現在台風17号と18号が日本周辺にあります。飯島さん、まあ、17号などは陸地から離れてはいるんですが、台風の接近を知る方法ってあるんでしょうか。はい、実はなかなか難しいんですけれども、はい、だから速暖するのは危険なんですね、はい、で本当は正確には気圧計というものがあると一目瞭然なんですけれども、はい、気圧が下がっていってそれが再び上昇に転じたら台風が最も近づいてこの後遠ざかっていくということがわかるんですけれども、はい、ではそれ以外の体感的な観察で何かそれを知る方法があるかということなんですけれども、はい、まず雨雲ということなんですけれども、はい、基本的には台風が近づくほど風雨が強まって断続的だった風雨というのが連続的になってその間隔はほぼなくなって連続的な暴風になると台風の中心の雲が通過中ということが言えるんですけれども、はい、今回の台風に関しては比較的中心付近でも雲の濃淡があるために一概に雨が強まったから台風が近づいて雨が弱まったから遠ざかるという判断をするのはちょっと危険ということなんですね。例えばこれが11時50分の雨雲の様子ですけれども、はい、台風の中心この辺りなんですけれども、ここから離れて房総半島の辺りでもバンド状の雲があります、はい、こういったものが近づくと北西方向北に進みますけれども、近づくと雨が強まりますけれども、逆にその南側に入って台風により近いところでも雲が切れているところがありますから、はい、そうなりますと雲が切れているからといって遠ざかっているとは限らないということですね。ではどういったことで最も近づくタイミング、そしてこの後遠ざかっていくということを読み取れるかということの一つの、これは可能性なんですけれども、これが15時頃の地上の降水風の予想と、上空1500メートル付近の湿った空気の予想なんですけれども、まずこの台風が近づいて遠ざかっていくと、はい、台風の中心を取り巻く風というのが、台風の進行方向の前面、つまり北側では、まあ、比較的北東の風なんですね。ところが台風のほぼ真西から あるいは台風の南側に入ってくると風向きが、北西もしくは西寄りの風になってきますから、つまり風向が真北から北西に変わってきた、まあ、これはどのように読み取るかっていうのもまたいろいろ難しいんですけれども、はい、それこそ体感的にあっちが大体北っていうのは知っていらっしゃる方多いと思いますので、風向きがなんとなく北西になってきたぞということが分かったら、はい、台風が最も近づいてこの後次第に遠ざかっていくというシグナルになるかもしれません、はい、それからもう一つ、15時の時点での下層、まあ、低い雲の西側のへりに着目しますと、はい、大体この辺りに予想されているんですね。で15時になるともう今の時期太陽がだいぶ西に傾いてきますから、西側の空がひょっとするとくっきりと黄金色に輝いて見えるかもしれません、はい、ですからそういった青空もしくは黄金色に輝いている雲のない領域が西の方からもう急速に近づいてくるようであれば、台風はこの後遠ざかっていくという判断ができるかもしれません、はい、ただ、まあ、理想を言えばこういったものとレーダーや気象衛星の画像、さらには天気図などと見比べることによってよりそれを有意義な情報に役立てていただけたらなと思います、はい、で先ほども言いましたけども、本当それをより正確に知るには気圧計があるという。そうですね、気圧計の他にも台風の接近時には夕方の空の色や風向きにも注目をしてみてください。今後も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。